おはようございます。時時刻は10時を回りましたこの時間は「FM 箕野湾防災・防犯番組」「ライフサポートラジオ」をお送りします。お届けするのは FM 箕野湾スタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災・防犯意識の向上を図りいざという時において冷静・的確に行動ができるよう、 情報発信することが目的ですできる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えしますこの番組ではご意見ご感想も受け付けております防災防犯に関する豆知識日頃から心がけていることなど些細な情報でもかまいませんメールアドレスは797 アットマーク f m g n o s ドットコム数字の七九七アットマーク f m g i n o w a n c o m f m g n o s では YouTube ライブとツイキャスで映像と音声も配信しています。f m g n o s のホームページから見ることができます。 また、ラジオ以外で同時放送もお送りしております。こちらも、FM 技能ワンのホームページに再生ボタンがあります。ラジオと同じものをお聞きいただくことができます。無料アプリ、リッスンラジオまたはマイチューナーというアプリで聞くことができます。全国のラジオ局から FM 技能ワンを選曲しお聞きください。 そちらもよろしくお願いいたしますではこの後は新聞記事や防災、防犯情報をお伝えしますまずは昨日の沖縄タイムス社会面からお伝えします交通事故死最少2636人 沖縄は二十六人。二千二十一年の全国の交通事故死者数は。前年より二百三人少ない。二千六百三十六人で。統計がある千九百四十八年以降で。最も少なかったことが四日。警視庁の集計で分かりました。五年連続で最初を更新しています。最も多かった千九百七十年の。 一万六千七百六十五人と比べ、六分の一以下となりました。沖縄は前年より四人多い、二十六人でした。警視庁によりますと、二千六百三十六人のうち。六十五歳以上は千五百二十人。前年より七十六人減りましたが、全体の五十七点七パーセントを占め。 過去最高,の割合でした高齢のドライバーや歩行者が絡む事故対策の必要性が改めて示されました政府は2021年から2025年度の交通安全基本計画で 2025年までに年間死者数を2000人以下にする目標を掲げています以上、昨年の交通事故死者数の記事でした交通安全の話題を続けます 沖縄県警察が出しているおじいおばあのための十の心得をお伝えします一、左右の安全を確かめる横断中も近づいてくる車の有無を確かめましょう二、信号のある場所で渡る 少し遠回りでも信号のあるところで渡るのが最も安全です。3、どこででも渡らない。近くに信号や横断歩道がないか探しましょう。4、横断中も周囲に目配り。特に交差点では、 右左折車の動きに目配りしましょう五、車の影から渡らない安全確認がしづらくドライバーから見落とされやすくなります六、交差点では一時停止・安全確認 自転車も一時停止の標識に従わなければなりません。7、車が通り過ぎるまで待つ。遠くにいるように見えても車はあっという間に近づきます。8、酔っ払ったら外出を控える。車道を歩くことは絶対にやめましょう。 9. 夜間は反射材を着用黒っぽい服装だとドライバーから見づらくなります 10. 夜間はライト点灯無灯過ではドライバーから見づらくなります自転車の話ですね自転車無灯過ではドライバーから見えづらくなります 以上、おじいおばあのための十の心得沖縄県警察のお知らせでしたすごく基本的なことなんですけれども改めて確認していただければと思いますまたドライバーの方もね逆にあの車の影から誰か渡ってこないかなとか、えー、交差点で 渡っている人がいないかゆっくり減速してみるとか逆のことが言えると思いますのでそしてまた横断歩道以外のところで渡ろうとしている人がいたら本当に気づきづらいと思いますので気づけるぐらいのスピードでぜひ運転していただきたいと思います ツイキャスありがとうございます。沖縄 T シャツパパヤさん、今日も元気におはようございます。おはようございます。雪降ってきました。ええー、どこですか。愛知ですかね。はあ寒いんですね。沖縄はちょっと今から天気予報もお伝えしますね。そしてムクさん、一時停止しない人が多いよね。 車はさすがにね、一時停止のところ、一時停止されてると思うんですけど、自転車もね、止まることが義務づけられていますので、止ままるようにお願いしますでは続いて、高速道路での事故もあの、よく交通情報で見かけますので、お伝えしておきます。 高速道路の安全をみんなで気づこう。高速道路での携帯電話、駐停車は禁止です。高速道路は道路交通法により危険防止や故障などの場合を除き、駐停車禁止です。携帯電話、休憩などは最寄りのサービスエリア、パーキングエリアをご利用ください。高速もね、慣れたら、 やる必要いるのかもしれないですけど携帯電話絶対運転しながらはやめてくださいね疲れを感じたら無理せず最寄りのサービスエリアパーキングエリアで無理をしたら居眠り運転となり事故につながりますサービスエリアパーキングエリアへ休憩ぜひ。 ちょっと眠気を感じたり疲れたなと思ったら寄ってください事故故障発生時は安全な場所へ避難路上に立たない事故申告はその場で故障も結構ね故障や事故も結構見られますのでその場合路上には立たないでガードレールの外側に立っていただいて事故申告はその場で。 あの事故事故がありますということを申告その場でしてください路上でね立ったりうろうろしないようにそして守っていますかキープレフト高速道路の追い,越し追い越し車線は追い越しのための車線です追い越しを終えたら速やかに走行車線に戻りキープレフトを守りましょう はい、追い越し車線が右にあって左に走行車線がありますが追い越す時だけ追い越し車線を使うようにしましょうそして前席シートベルト着用をお願いします後部座席のシートベルト着用は義務ですご協力よろしくお願いしますそして先ほどの事故の場合 緊急の連絡をしないといけないんですけれども事故や故障があった場合まず後続車に合図をしましょうハザードランプを点灯したり発煙筒停止表示機材設置車の中に乗っていますので発煙筒や停止表示機材三角のやつを置いて 後ろからくる車に合図をしましょうそして安全な場所へ避難ガードレールの外側などに避難しましょう路上を歩き回らない車の周りに立たない車内に残らないをお願いしますそして避難してから通報してください緊急連絡先は110番。 最寄りの非常電話、道路緊急ダイヤル、シャープ九九一ゼロ。こちらのシャープ九九一ゼロは携帯電話からの発信も可能です。そして非常電話は本線上の1キロメートルおきに設置されています。 そしてレンタカーの場合はレンタカー会社へ連絡しましょう、えー、緊急時であれば1 0 0番または「#9910」または最寄りの非常電話を利用してください事故や故障がありましたという連絡をえ安全な場所へ避難してから行ってください 以上交通道路の安全をみんなで築こう、えー、ネクスコ総合サービス沖縄のお知らせでしたでは一旦 CM です ライフサポートラジオをお送りしております。では、続いての話題です。お正月、お餅を食べた方も多いと思いますが、まだしばらくお餅が残っていて食べる機会もあるかと思いますので、今年もまた、えー、何人か、 お餅が喉に詰まってっていうニュースを聞きましたけれどももしお餅が喉に詰まった場合どうするかっていうのを話題にしたいと思います日本赤十字のホームページからですもしお餅を喉に詰まらせた時対処法 一あ三まであります。一自分で咳をさせてみます。まずは自分で咳をし,してもらいますで。それでも出てこなければ二背中の真ん中を叩いてあげます。肩甲骨の間あたりを後ろから叩きます。そしてそれでもダメでしたら。 お腹の上のへそのすぐ上の辺りをあの後ろ側からあの抱きかかえるようにして圧迫して、えー、とその後ろから抱えるような形で抱きかかえるような形にしてその手をあの引きながら上に突き上げるように。 手前情報に突き上げるようにします。ぎっと。これをやっていただきたいと思います。そして百十九番通報。もお願いします。えー、順番逆ですね。百十。 吸盤を通報してから、えー、自分で咳をさせてそして背中の真ん中を叩いてで、えー、それでもダメでしたら後ろから抱えておへその上のすぐ上を圧迫するように手前上方に突き上げて後ろから抱えてくださいちょっとこの言葉ではピンとこないなっていう方は日本赤十字の、あのー、お餅を喉に詰まらせた時の対処法の動画が。 ありますので youtube に載っていますのでで動画でも確認してみてみくださいいざという時に詰まってからこのやり方を確認しようっていったら多分焦ってよく調べるのもね焦ってしまってできない可能性もありますので全然何もない時にこの基礎知識としてね 知っていただければ少し安,安心かなと思いますのでこれは高齢者でもですしね小さいお子さんでほあのお餅以外の時でもね喉にものが詰まるっていう危険はありますのでぜひ知識として知っておいてくださいお餅を喉に詰まらせた時の対処法でした むくさん、えー、とあ先ほどの高速道路の話ですかね。眠気を感じて次の,次のパーキングエリアまで走ろうとしたのが大間違い。時速100キロ超えでカーブしている場所の中央レーンのガードレールにぶち当たったことある。えー、あもう眠くて、あこれい眠りしかかってたってことですかね。ボンネットがが半分上がり お尻もガードレールに当たって止まったはあ後継者がいなかったのいなかったしエンジンもかかったままだったので左レーンによって止めたうわこれは本当に後ろの車がいなくて幸いでしたねいやいやいやこれ本当に次の次で休もうとは思っていたんですね ーあじゃあもう本当にちょっと眠気感じたら高速道路の場合本当に無理しない方がいいですねお怖いですねーで前方 50m にパーキングエリアの入り口が見えたのでパーキングエリアに前進あもう少しだったんですねで命拾いしたぜああ <laughs> いや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 本当にそうですよ 無理しちゃいけないっていうのが本当にね分かりますねうわー体験談ありがとうございますそして今年も無事にお雑煮食べ終わりましたわらわら <laughs> あのね少しずつ詰まらせないようにこちらもね欲張って一気に食べようとしたらめちゃくちゃ危ないですのでお餅はねちょっとずつ食べてくださいねはいありがとうございます えーとでは、えー、年末年始また火災がありましたねニュースが。えー、最近はあの火災の時に自動的にあのもう温度が上がりすぎると防火してくれる壁とか出てるみたいなんですけどそういうのも取り入れながら。 ですけれどもあの家庭の防火を守るコツを少しお知らせしたいと思います住宅火災により年間1000人の方が亡くなっています家庭を守る防火のコツをお知らせ覚えておきましょう、えー、住宅用防炎,機防炎機器を備えましょう 住宅用火災警報器は設置されてていますよねそして住宅用消火器も備えておきましょうでコンロ火災の場合原因は天ぷらなど調理中に火を消さずにその場を離れ出火周囲の布巾や調理用油などに着火し出火グリルの残り油に着火して出火という原因があります。 ー出火の原因になる要素取り除いておくことが大事ですよねえー、とコンロ火災が出火原因のワースト1となっておりますで着衣着火が多い衣類に火がついたら床に転がって消す方法も効果,効果的ですもし火がついた時はもう床に転がって消す 焦らずにね多分手ではたいたりなんか、ね、してしまうかもしれないですが床に転がってゴロゴロ転がって消しましょうそしてまたエプロンでね望遠のエプロンというのもありますのでこれを着用するようにしましょうまた IH コンロ電気プレートでも火災は起こります IH 調理器対応以外の鍋を使用して異常加熱したり 少量の油で調理して出荷した例もあります。そしてカセットコンロの火災も多くなっています。カセットボンベが正常にセットされずガス漏れを起こしたり、大きな調理器具を使ってボンベが加熱されあ爆発し出荷した出荷したことがあるそうです。 カセットコンロもね安全なような感じがしますけれども使い方によっては危ないですねそしてあのー、また最近ではこう炙る料理あの最後に焦げ目をつ,ってつけたりする炙りバーナーで炙るあれをやるときに火災が増えてるらしいですガス漏れがねやっぱり起こったりして こちらもご注意くださいあ之助さいん来てますもし着衣にね火が着火した場合服着てる服に火がついた場合はたくとかすると風が起きて危険ときてます確かにあーですね風で風を送ると余計燃えますからね やめましょうねそしてムクさんフライパンに油を入れすぎると深く着火するから気をつけてねおームクさんもね料理普段されますから何か経験があるんでしょうか油の入れすぎも注意と入れなさすぎも注意ですけどねはい、まあ、料理する時にはね燃えそうなものを周りに置かないようにねするのも大事ですねはい で他の原因もありますけれどもねいろいろ言っても覚えきれませんので今日あのー、コンロの火災について注意点をお伝えしましたあ沖縄 t シャツさんは料理するときはフリースとかは脱いでるあー確かに燃えそうですねはい皆さんもぜひ工夫してくださいライフサポートラジオをお送りしました な、はい。と